アマルフィ海岸は、イタリア南部のソレント半島南岸、アマルフィ一帯のサレルノ湾に面した海岸を指す、名称。世界一美しい海岸と言われる、継承地、悲観地で、1997年に、ユネスコの世界遺産に登録された。ヘラクレスが愛したニュンペイの名に由来した地名で、ヘラクレスはそのニュンペイと仲睦まじく暮らしていたが、ある日突然、彼女が死んでしまう。 それを嘆いたヘラクレスは、この世で最も美しい土地に、彼女を葬り、街を切り開いて、彼女の名をつけたとされる。アマルフィ海岸の中心地であるアマルフィは、中世に海洋都市国家として栄えた都市で、されるのの西約1 5トル、ナポリの南東約3 7トルに位置している。イタリア半島南部から、ティレニア海に向けて西から東へ突き出した。 ソレント半島の南岸にあたり、半島の付け根にあたるビエトリスルマーレから、アマルフィを経て、西にポジターノへ至るまでの一帯が、アマルフィ海岸の名で呼ばれている。行政上は、カンパニア州サレルノ県北西部にあたる。サレルノ県外陸図。県とサレルノの西、ビエトリからポジターノにかけてが、アマルフィ海岸である。30キロメートルに及び海岸線には斜面に、 張り付くように小さな町が点在している。降り注ぐ太陽と白い町並みが眩しい、高級リゾート地である。町の中心には千年の歴史を誇る、大聖堂、アマルフィ大聖堂がある。それを取り囲むように地中海都市特有の坂道と、狭い路地が複雑に入り組んで、まるで迷宮のようである。人々は、中世から変わらぬ生活を続け、レモンを畑で育て、 坂の下まで人の手と足で運ばれる。ソレントからサレルノまでの湾岸道路からは、ティレニア海を見渡せ、観光スポットには、青の洞窟やナポリとティレニア海を一望できる、ソラーロ山の見晴らし台などがある。カンパニア州サレルノ県北西部の以下の基礎自治体が、アマルフ海岸地域に属する。は、内陸のコムーネ。11,231ヘクタールの地域が、世界遺産。 アマルフィ海岸として登録されている。ありがとうございます。